皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。今回はですね、なぜか、こういう感じで声だけでね、YouTube を配信をしてみようかななんてちょっと思いましてですね、ちょっとそれに皆さんお付き合いいただければ嬉しいなと思いまして、今回こんな試みをやってみました。まあなんでこんなね、ちょっと急に、なんかラジオ的な感じでというか、声だけで配信しようかななんて思ったかというと、あの YouTube ね、僕、まあ、知ってるかもしれないんですけど、あの動画配信してるんですね。レッスン動画配信してて、結構ねめんどくさいんですよあれって。やっぱり、まあ、撮影するのはねパッと撮れるんですけど、まあ、何が一番大変かってやっぱ編集なんですよね。編集がやっぱ一番大変なので、なんか最近ね、ちょっとその、まあ、撮りためた動画はたくさんあるんですけど、その編集作業をするのに、ちょっと気持ちが億劫になっちゃって、まあ、更新が止まったりしちゃったりとかしてね。そう。で、まあ、YouTube、まあ、せっかく登録者が、まあ、6000人近くというか、まあ、現段階でたくさん登録して、ね、くれてるので、まあ、あまりにもこう、ほったらかしにしてるのも、まあ、どうかなと思いまして、まあ、こんな感じで、ちょっと声だけで、ね、これすごく、きっと楽なんだろうと。ほとんどノー編集で、で画像貼り付けるだけでバーンと出せるんで、まあこれは楽だなと思いまして、はい、これをねちょっと配信させていただきたいなと思ってます。で、まあ一体、まあ第1回目何を話そうかなということなんですが、去年ね、教則本をね出版させていただいたりとか、あとなんかそれに伴ってねラジオを出させてもらったりとか、 YouTube を一緒になんか出させていただいたりとか、なんか人前に出ることが非常に多くなって、なんかちょっとトークイベント出てくださいとかね、なんか人前に出ることが非常に多くなったんで、でその時になんか昔のことをねよく聞かれるようになったんですよ。あのドラム講師ってなんで始めたんですかとか、なんかドラムっていつからやってるんですかとか、なんか昔のことを聞かれることが多くなって、で去年からこのやってきた道のりをこう振り返ってね辿ることが多かったんですね。で、あ、そういえばいろいろこの10年間ね、割とこうテクテクこうドラム講師として、まあ、好きなことばかりやってこう来たんですが、まあ、よくよく考えたらこういろんなことをやってきたななんて思いまして、まずちょっとこの第1回目の放送としては、まあ、よく聞かれたんですけど、ドラム講師はなんでなったんですかみたいな感じの、お話をしようかななんて思います。まあ、僕ドラム講師を始めたのが22歳の時で、まあ、2009年ですかね。2009年、今から11年前、に僕はドラム講師を始めたんですが、まあ、子供の時からドラム講師になりたいなんて夢があったわけでもなく、僕中学生の頃はロックスターに自分はなるもんだと信じて疑わなかったですから、ね、こう東京ドームで演奏してるもんだとね、僕は大人になって思ってたんですけど、まさかドラムの先生をやってるとはつゆ知らずということでございましてですね、はい。で、まあ、当時僕は15歳の時に、中学校を卒業して高校を中退して、先輩にバンドを誘われて、バンド活動をずっとしてたんですね。で、バンド活動をもちろんこうしていくにも仕事しないといけないじゃないですか。まあ、当時ね、僕バンドをずっとやってたんですけど、もちろん売れてるバンドをやってるわけでもなく、ライブの収益なんか、まあ、ほとんどね合ってないようなもんというか、まあ、赤字ですよね。だからライブをするにもお金がかかるし、CD を作るって、レコーディングするって言ってもお金がかかるし、 CD プレスするお金かかる、じゃあライブしよう、イベントしよう、お金かかるみたいな、ね、CD 出したらじゃあツアー回ろう、お金かかるみたいな、とにかくねバンドってもうめちゃくちゃお金かかるんですよ。だからまあ仕事をねしないといけないんですけど、なんか基本的にバンド活動って土日にライブをすることが多かったんで、だから土日が休みで、で割とこうねお金が稼げる仕事じゃないといけないということで、まあ、現場仕事をしたりとか、なんかちょっと力仕事をしたりとかっていうことをやってたんですね。とはいえ僕全然体がちっちゃいんで全然仕事ができるわけでもなく、まあ、工事現場の現場ではもう怖いおっちゃんたちにクソみそに怒られながら毎日毎日汗を流していたわけですね。
まあ、汗を流してるんですけど、まあ、全然あの仕事にはならず、まあ、日々あの怒られた分だけそれがお金になってるみたいな、なんかそんな感じ の毎日を過ごしておりました。まあ、でもあのそれでも別に全然良かったんですよ、若い時は。で、なぜかというと、そういう日常の辛いことを乗り越えた先に、まあ、例えばバンドで好きなことをやるとか、好きなことをできる権利が得られると思ってたんですね、僕は当時ね。だから日常 の、そういう嫌なこととか、まあ、あの怖いおっさんに毎日現場で怒鳴られてとかっていうのは、もうなんか普通にみんな当たり前のようにやってることだったので、だからそれが普通だと思ってたんですよ。それが普通で、でこの辛い現実を乗り越えた先に、楽しいことをできる権利が得られるんだとね、あの信じて疑わなくて、それで、僕はもう毎日毎日仕事をして、でバンド活動をしてっていうのをもう本当にずっと続けてたんですね。で、まあ22歳ぐらいの時に、まあ相も変わらずあの仕事に行くわけですけど、でも本当にね、仕事はめちゃくちゃ嫌いなんですよ。そう、いくらこの好きなことをやるためとはいえ、なんか嫌なことを毎日やるのも結構ね、やっぱ耐えられなくなってきたんですね。だから、まあ、当時はね、僕工場で、その21歳2歳ぐらいの時に、まあ、工場で働いてた時に、工場で靴、その外の靴から中のね、工場内で履く靴に履き替えるわけですよね。まあ、あの上靴に履き替えるわけですけど、その上靴に履き替えた瞬間、朝8時ぐらいですかね、朝7時半ぐらいかな、朝7時半ぐらい、もう一日が始まったばっかりの時に、あ、今日の一日はもうこれで終わったと思いましたからね、その上履きを履き替えた瞬間に。で、工場で一日働いて、まあ、夜のね、6時7時ぐらいまで働いてですね、そう、まあこれ当たり前なんですけどね、みんな働いてるんで当たり前なんですけど、もう朝下駄箱で靴を履き替えた瞬間に、あ、今日はもう一日終わった、今日も一日無駄にしてしまったっていう、なんか自己嫌悪をすごく感じるようになったんですよ。で、まあ仕事僕転々としながらなんかやってて、でその次変わった仕事が、線路を補修する仕事、軌道屋と言われるね、あの JR とかのね、あの線路を、まあ、夜中のうちにね、補修したりするような、まあ、現場仕事を、始めたわけですね。でこれが本当にね辛くて、その、まあ、力仕事もそうなんですけど、まあね、現場のおっさんも怖いし、なんか仕事がね、電車が走ってない間にやらないといけないんで、皆さん本当にねピリ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 してるんですよ。で本当にね、僕全くそういう力仕事とか何にも本当にできないんで、まあ、とにかくもうスコップだけ持ってね、仕事をしてるふりをね一生懸命してたんですけども、である時、まあ、いつも通りその作業ね、怖いおっちゃんらに囲まれながら、作業してたらですね、ある時その現場管理責任者のおっちゃんに呼び出されたんですよ。向井さんという、ね、方がいらっしゃったんですけど、その向井さんという現場管理責任者の方にね、僕突如呼び出されまして、で僕その時ねすごくちょっとビビってしまいましてまあ言ったらね、なんか僕ら作業員で、まあ、元請けの、会社があるんですけど、その元請けの、まあ、現場管理の責任者の方なんですが、なんか僕いらんことやってしまったんちゃうかみたいな、そのね、線をブチって切ってしまったとか、なんかすごくいらんことをやってしまったんじゃないかと思って、まあ、ビクビクしながら向井さんのところに行ったらですね、まあ、どうやら向井さんはその怖いおっさんたち、まあ、結構もうほんまに50代とかのおっちゃんなんですけど、怖いおっちゃんらに囲まれて、若い子一人だけだったんですよ。僕20歳ぐらいのその子が一人だけだったんで、で向井さんからしたら不思議に思ったんですね。だから指出されて、で仕事中なんですよ、仕事中で他のみんなが仕事してる中で僕だけ呼び出されて、お前なんでこんな仕事してんねんみたいな感じで聞かれたんですね。で借金があるんかと言われたんですよ。いやで、まあ借金は、まあ、別にないんですけど、まあ、僕バンドをやってまして、でまあ、バンドやるのには、まあ、お金がかかって、 CD 出すにもお金かかってみたいな、まあ、バンドやるために、まあ、こういうちょっとでもお金になる仕事をしてるんですみたいな、まあ、話を、まあ、向井さんにしたんですね。そしたら向井さんが、なんかそうやってやりたいことがあるんやったらこんなことやってたらあかんやないかって言われたんですよ、向井さんに。
で僕としてはね、なんかその言葉ってすごく衝撃だったんですよ。こう今まで好きなことをやっていくためには、なんか日常のそういう嫌なことを我慢しなければいけないと思ってたんですね。その日常の嫌なことを我慢した先にやりたいことを得られる権利があるんだと思ってたんですけど、なんかお前何してんねんって言われたんですよ、そこで向井さんにね。で、こんな仕事はもっとおっさんになってからでもできると。で、今しかできへんことがあるんやから、もっと自分のやりたいことのために頑張れって言われたんですよ。僕頑張ることって、このやりたいことのためにやりたくないことを我慢するのが頑張ってることだと思ってたんですけど、実はそうではなかったんですね。で、向井さんがなんかそれを言ってくれて、あ、そうかと。やりたいことのためとはいえ、やりたくないことって別にやらなくていいんだなっていうことに初めて気がついたんですよ、僕そこで。そこで初めて気がついて、で、どうにかこの自分の好きなこと、自分に自信が持てることで、なんかお金を稼げる手段はないのかと、そこで必死に考えた時に思いついたのが、ドラムの先生になることだったんですね。そう。で、僕その次の日から、向井さんありがとうございますって言って、もうその次の日ぐらいから、もう仕事辞めたんですよ。もうほとんど飛ぶような感じで、逃げるような感じで、もう会社から電話かかってきても、もう一切無視して、飛ぶような感じで会社を辞めて、で、ドラムの先生を始めたわけですね。まあ、もちろん、ドラムのね、先生を始めたからといって、いきなりそれで食べていけるわけでもないんで、とりあえず嫌な仕事は辞めようと。だから自分に向いてない仕事を、辛くてね、自分を耐え忍ぶような、もう仕事は辞めようと。だから接客業とか、僕人と、接客するのが、まあ、好きだったんで、まあ、飲食店でアルバイトしながら、なんかまかないを時には食べながら、そんな感じの仕事に、まあ、給料が安くてもね、切り替えて、で、自分のやりたいことでお金を稼げるように、今後切り替えていこうとね、したんですね。で、それが、まあ、僕のこのドラム講師人生の始まりというか感じですね。だからあそこで向井さんが僕教えてくれなかったら、今でも多分ね、現場で辛い仕事に耐えて、で、自分のやりたいことを、自分のやりたくないことを耐えた先に待ってる自分のやりたいことを目指して頑張ってたかもしれないです。でもそれは結果的に続かないんですね、やっぱ嫌なことってね。だから僕も本当に耐えられなくなって、もう毎朝仕事を行くのが嫌だし、一日を無駄にしてしまったことの自己嫌悪とね、毎日毎日戦ってたんですよ。で、それが本当に耐えられなかったと思います。だから本当にね、あの時決断させてくれた向井さん、本当にね、今でも感謝してるんですね。まあ一回しか会ってないんですけど、本当に大切なことをね、気づかせてくれたというか感じですかね。ドラム講師を始めたのが、まあ、22歳の時なんですが、当時11年前なんですが、そんなね、なんかバンドをやりながらお金を稼ぐっていう発想を、まあ、僕の周りのバンドマンたちはやってる人はいなかったんですよ。まあ、だってみんな嫌な仕事を耐えて、でその嫌な仕事をね、辛いことを耐えた先に日常のこの不満とか不平不満とかっていうのを音にしてたんで、みんなね。だからみんながそういう活動の仕方をやってたんで、そのドラムでお金を稼ぐっていうことがなんか周りにはあんまり認められなかったんですよ。まあ、認められなかったというか、お前には無理やと言われ続けたわけですね、そこでね。いや無理やろと、自分より上手い人が来たらどうするのみたいな。僕中卒でバンドマンなんで、だから何の経験もないわけなんですね。だからそんな何の経験もなくて、プロになってるわけでもないのに、そんなね、人に教えれるわけでもないやろ、みたいな。なんか生徒から金を巻き上げて、みたいな、銭ゲバとか言ってなんか、めっちゃ言われてたんですけど、まあ、向井さんの言葉を思い出してですね、やりたいことのために頑張ってみようとね、ちょっとそこで思ってたんで、まあ、周りはそういうふうに言ってたけども、周りは止めようとしてたけども、まあ、僕は僕なりにちょっと一回やってみようということで動き出したわけですね。で、それが2009年の4月で、友達にホームページを作ってもらって、Google に出して、で、チラシを作って、生徒募集中みたいなチラシを作って、晴れてモニターにドラムスクールは立ち上がったわけなんですね。
で、まあ、そこから先の、物語はね、またちょっと第2回目で話そうと思います。はい、次があるのか、需要があればやろうと思います。でもそんな大々的にこの、放送やってますみたいな、なんかアピールをしないでこそっと、こそこそっと上げようと思ってるので、だから、そんなに再生回数も伸びないかもしれないし、まあ誰も聞かないかもしれないし、まあいいんです、それはそれでいいんです。自分が思い出せれて、過去にちょっとでも浸れる時間になったので、自分が満足してたらいいんです。はい、そういうことでそういうことで、はい、また次の放送でお会いしましょう。さよなら。